こんにちは。個室サウナ大好き阿部ちゃんのサタビ Vlog。 今回はやってきました福岡、地下鉄天神駅から徒歩 4、5 分のところにありますプライベートサウナ脈です。こちらは個室サウナなんですけど、通常の個室サウナの他に宿泊できるお部屋もあるんですよ。個室サウナに泊まるなんてワクワクしかない。お部屋に入るとすぐ洗濯機あります。これめっちゃ嬉しかったです。旅行から帰っても洗濯しなくて済みますよね。てか究極手ぶらで泊まれますよね。着てきた服と下着をサウナ入ってる間に洗濯乾燥しちゃえばすぐ着れますもんね。では早速ルームツアーです。まっすぐ進むとベッドルームです。この部屋めちゃめちゃ広かったです。ホームページで見るより全然広く感じましたね。この机と椅子も良かった。ここでパソコン作業したんですけど、めちゃくちゃ快適でした。すごい作業しやすかったです。このベッドも良かったです。シーツがなんかサラサラなんですよ。何の生地か分かんないけど、なんかすごい触り心地良かったです。このメインのベッドの隣にサブのベッドがあるんですけど、セミシングルぐらいの広さはあって余裕で寝れます。ここビルの8階なんですけど、下に自販機あってポカリ類買えますけど高かったです。でもすぐ隣にここからファインあるんで、そこで買えばほぼ半額です。部屋にミニ冷蔵庫あるんで、いっぱい買って冷蔵庫入れときました。アイスはやめた方がいいですね。溶けました。じゃあ次はお待ちかねのサウナエリアです。水風呂嬉しい。浴槽が結構深いんで、水溜まるまで結構時間かかりますよ。でもその分肩までしっかり浸かれました。温度計もついてます。アメニティは無印でした。クレンジング、洗顔フォーム、化粧水、乳液は全部無印です。あとパックも引き出しにあります。サウナ入った後は乾燥するんで、パック必須なんで嬉しいですよね。あと綿棒が何人分何日分ってくらいあります。はい、こっちはガウンとサウナハットですね。このサウナハット見た目めちゃめちゃ可愛いんですよ。分厚いし、タオル生地2枚重ねで分厚いんですよ。でも分厚すぎて深くかぶれないです。頭の上に乗せる感じしかできないんで、サウナハット深くかぶりたかったら持参する方がいいかもしれないですね。サウナで寝転がった時は取れちゃいました。それではお楽しみのサウナ。サウナめちゃめちゃ広かったです。寝転がって万歳しても全然余裕です。奥行きも幅も広いんですよ。一人でこのサウナ使うのほんと贅沢。至福の時間でした。ロウリュもあります。でこれがスマートウォッチですね。こちらの脈サウナのコンセプトが、時間じゃなくて脈拍を計測して科学的に整うというコンセプトだそうです。普通サウナって8分から12分サウナ入って、水風呂30秒から1分、外気浴5分を3セットみたいな感じで入ると思うんですけど、こちらの脈サウナは時間を決めて入るんじゃなくて、自分の脈が通常の2倍か最大心拍数の 70% になったらサウナ出て、水風呂でまた脈、外気浴でまた脈を見て科学的に整いを目指すという感じみたいですね。やってみたんですけど、やっぱり慣れてないんでどうしても時間見ちゃうんですよね。脈ビギナーには難しかったです。でも時間で入っても十分整います。さあそして外気浴、これが一番楽しみだった。この窓が低い感じ、このくぐる感じも最高。この外気浴がマジで気持ちよかった。いつも行く個室サウナは外気浴なくて室内で休憩なんで、一番気持ちいいのは終わってから外出た時なんですよね。だからこのサウナ入って水風呂入って外気浴がこんなに気持ちいいかと思いましたね。マジでよかった。マジで天国。この部屋最高。もう控えめに言っても最高。マジ毎年来たい。しかも時間気にしなくていいっていうのが一番嬉しい。個室サウナって時間制なんで、マジで時間との戦いなんですよ。それが個室サウナの一番の欠点なんですけど、時間気にしないで入れたらいいのにな、サウナ出てすぐ寝れたらなって思ってたんですけど、ここはその夢が叶います。あ、しかも見てこれ、この大判タオル、これ引っ掛けるとこがあって、インフィニティチェアにかけられるんですよ。インフィニ
ティチェアに座るときいつも気になってたんですよね。これみんな直でお尻つけてないって。普段インフィニティチェアにタオル敷くけどいつも長さが足りないんですよ。ずり落ちてくるし、枕に合わせてタオル敷くと足の方が足りないし、かといって足に合わせると上の部分がついちゃうし、でもタオル2枚しかないし1枚は最後体を拭きたいしみたいな。けどこのタオル頭の部分がかけられるようになってて、しかもめちゃくちゃ大きいし、すごい好き。これ他のサウナにもあればいいのにな。ほんと嬉しい。ここは個室サウナなんで食事はついてないです。けどこのビルが天神のど真ん中なんで周りに飲食店いっぱいあります。私はラーメンと屋台行ってきました。美味しかったです。そしてすごいのがチェックアウトが13時なんですよ。朝起きてご飯食べに行って帰ってきてサウナ入ってもまだ余裕あります。帰る間際まで楽しめます。マジで天国。帰りたくない。もう一回サウナ入ろう。